どうも、皆さんこんにちは。プロトレーラーの翔太です。えっと、先ほどなんですけども、あの、モンスターハンターワールドの、えー、実況動画をですね、えー、アップロードしたんで、あの、もしよかったら、あの、暇な時にでも、あの、ご覧いただけると嬉しいです。はい。というわけで、えー、今回は、あの、ポンド園のですね、えー、相場展望をですね、やっていきたいと思い,、えー、思います。 最後までね、最後まで、えー、ぜひですね、えー、ご視聴いただけると幸いです。あの、いきなりもう本当にあの、カミカミで申し訳ないです。で、えー、こちらですね、あのー、ポンド園の、えー、4時間足しと表示しております。で、えっ、ー、と、ポンド園のちょっとまあ、あの、懸念点なんですけども、まず、あのー、まあ、今ね、結構、あの、ま、一本上司で、えー、勢いよくずっとま、上昇してくれてますよね、このように。 なので、まあ、あのー、買い目線の人はね、あのー、まあ、結構嬉しい、あの、嬉しい気持ちになってると思うんですけど、その、懸念点というのが、その、押しがね、弱いっていうことなんですね。まあ、こう、まあ、一波来まして、で、まあ、この上昇で、まあ、五個の高値を、ま、ぶち抜いてきたと。で、その後、 まあ一旦押し入ったんですけど、まあこの押しが、まあそのフィボナッチリトレースメントまあこの波当てて、まあ測る,測ると、まあ大体ですけど、えー、78.6%に押しがかかって、でもすぐにこ,このように上昇しているという流れなんですね。うん。で、まあその後またや あの、もう一段階ね、こう、ぐいっと上昇してくれているんですけども、あの、押しが弱かった時って、その後の上昇が、そんなにな、あの、長く続かないケースが多いんですね。うん。だから、それが、まあ、ちょっと懸念点っていう感じです。うん。だから、例えばですけど、これ、まあ、今回 78.、78.6%付近に押しを、 えつけてぐい、あのもう一段階グイッと上昇してますよね。でもこれが例えば、えー、そうだ、61.8とか、えー、50とか、38.2とかですね。まあ、この辺ぐらいに押しをつけて、で、えー、もう一段階グイッと上昇してくれたらですね、えー、結構ね、あのその後もグイグイ伸びていきやすいんですけど、 あの 78.、78.6%という、まあ、比較的かなり浅い押しで上昇してますんで、ちょっとそこが、あの、懸念点ですね。そして、二つ目がですね、あの、まあ、トレンドラインでですね、あの、まあ、こう、距離測ってやると、まあ、この、この上昇感に対して、まあ、トレンドラインの、まあ、この丸ですね。この丸、こう当ててやって、まあ、この距離を測るわけですね。 で、この真ん中の丸持って、で、この押し目ですね、この押し目に対して、当ててやると、まあ、この、えー、長さ分、こう、この押し目を起点として、えー、この長さ分上昇した、えー、その長さを、こう、は、まあ、測る、あの測ることができるんですけど、こんな感じで。で、ちょっとこう、わかりますかね。 あのー、ここにあの丸がありますよね。要するに、まあ、この長さ、この長さ分、えー、押し目を起点として上昇した場合の、まあ、そのゴール地点となるポイントなんですよね、ここ。で、は、まあ、あの水平線引いてるんですけど、まあ、値段で言ったら大体、まあ、この、この長さ分、こう上昇してきた時の、えー、ゴール地点の値段が大体136.286付近なんですけど、 まああともうちょっとなんですね。あの今現在、えー大えー、値段がですね、今現在どこでストップしてるかというと、大体135.04、うん。そうですね。まあ、大体まあこの辺りでストップしてるんですが、あのそんなにね、もう値幅が残されていないという状況なんですね。うん、だから、あのもう一のぐですね、ここからグイッ この勢いのまま上昇してくれるにはあのや,っぱやっぱりかなりの、えー、開圧力があの追加されないとあの、まあ、なかなか上がりづらいという状況には今なってます、うん、だから逆に言ったらここのゴール地点、えー、この長さ分を押し目を起点として測った時の、まあ、ここのゴール地点先ほど申し上げた ここすらも、え何、ー、て言うんですかね、あっけなく、あの、上、上にぶち抜くぐらいの、えー、開圧力が欲しいなという状況です、今。うん。あともう一つの、まあ、注目ポイントとしては、あの、ちょっとまあ、もう一回伸ばしまして、こんな感じで。 もう一つの懸念点としては、ちょっと、ここの下落ですよね。これ。これ、ま、あの、陰線、まあ、二本。これわかりますかね。二本連続で。この下落、この、ちょっとした下落なんですけども、これちょっとした下落じゃんというふうに思う、あの、方も、あの、多いと思うんですけど、こういうね、言ったらね、まあ、あの、 この勢いで、この勢いのまま、押し目を起点としてグッと上昇してくれるんだったらよかったんですけど、ちょっとこう、まあ言ったらですね、まあこのあたりぐらいからですかね、まあちょっと徐々に、まあほんのちょっとここでいあの上昇の勢い弱まって、ちょっと下落して、で上昇して、でこの辺でまあちょっとまあダブルトップ、まあこの、このように作ってますよね。で、まあこの先ほど申し上げたこの2本。 の実体の長さが、まあ結構その大きめのね、割、まあここはそんな大きくないですけど、こっち側ですね、が割とまあ大きめの実体の因線として、まあ確定してしまったっていう事実があるっていうことですね。そこもまあ懸念という感じです。だからまあ、あのー、言ったらまあ、ちょっと印つけると、あいでもこの この区間で、あの、海圧力が、ちょっとま、みるみる、あのー、減ってきている状況に、今あるわけですね。で、そこを抜き去って、ぐわっともう一段階に上昇してくれたんで、まあ、OK なのは OK なんだけど、じゃあその後、この上昇の勢いがずっと続くか。というと、あのー、 いろいろと懸念点が、えーまあ、これまで申し上げてきたようにいろいろとあるという状況にあるわけですね。うん、あと、あ,あれですね、この20移動平均線と80移動平均線の乖離がこのように空いているということですね。ただ、開発力として、まあ、追い風なのが、あのー、この480移動平均線もこのようにまあ明確にブレイクしてくれてるということですね。 これは、ま、その、上昇、えー、としては結構追い風というか、そういう感じですね。こちら、冷やしちゃうと表示したんですけども、あの、えっ、ー、と、まあ、とりあえず、あの、ここの戻り高値。この戻り高値は、まあ、もうクリアしていると。上にブレイクしている。で、じゃあ次、ここのサポートライン。 これも、まあ、クリアしていると。じゃあ次どこを目指してきやすいかというと、えー、っとね、まあ、ここの戻り高値。えー、値段で言ったら、ここの戻り高値はだいたい135.70あたりなんですけど、まあ、ここを基本的には目指してきやすいんですね。この、まあ、ダウ理論の考えとか、えー、他の要素とかいろいろと、あのー、 踏まえた上での、そういった観点で解説するなら。ただ、ここの手前に、えっと、そうですね、ここの区間でのまあサポレジライン、ここではサポートラインだったのが、この辺りではレジスタンスラインとして機能している。このサポートラインもあります。で、今、このでサポートラインじゃなくて、このサポレジラインもあります。で、今、このサポレジライン、際で、 綺麗に止まっているっていう状況なんですね。だからまあ、このサポレジライン、やっぱりあの、えー、ただのサポートラインでも、ただのレジスタンスラインでもなくて、まあ、サポレジラインなので、まあ、かなり、あの、意識されやすいんですね。サポレジラインっていうのは。なのでまあ、えー、この付近で止まっているという状況。この値段が大体まあ、えー、135.02あたりなんですけど、まあ、結局その135円の切り板付近でもあるんですね。この今止まっている位置っていうのは。 だから135円の切り板プラスのここのサポレジラインでもあるからまあよりあのサポレジラインの追い風もあってえまあ根拠が強まっている。だから意識されてここできれいにストップした。この近くでストップしたっていう状況なんですね。そういう状況なんですよ。だからあのここのサポレジラインでもあり えー、135円の切り板も、えー、しっかり上ぶち抜いてくれると、ここの、まずはこの戻り高値あたりまで上昇してくる可能性がより上が,上がってくるかなっていう状況ですね。で、フィボナッチトレースメントの観点で言うと、えー、っとですね。 150%の位置が135円の切り板でもあり、先ほど冷やしレベルでのサポレジラインのところでもあるんですけども、まあ、今ここで止まっていると。で、161.8%がここにあるんですね。それが先ほどの冷やしの,、まあ、あの次に目指してきやすいって言った、ここの戻り高値。えー、その一と161.8%が割と重なっているというか、まあ、ちょっと このように間空いてますけど。うん、まあ割と根拠の強いまあポイントっちゃポイントなんですね。うん、で、えー、っと、忘れてはならないのが、えっと、ここの解説ですね。まあ、これ今、ダブルボトムの形になってますよね。ここダブルボトムの、えー、これをダブルボトムと定義するなら、あのネックラインがここになるんですね。 で、このネックラインは、もう、これ、明確に抜けてますよね。で、ここで、あの、ダブルボトムの、あっと、もう、こっちの、えー、まあ、言ったら、この、左のこの谷の、まあ、この、ここの長さですね。これを、こマ、トレンドラインに測ってやって、こう、えー、ここを起点として測ってやると、 まあこの長さ分ですね。この長さ分こう上昇してきた、えー、そのゴール地点がここなんですね。で、今ちょうどその辺ぐらいまで上昇して止まっているっていうの。だからもうこの辺りっていうのは結局根拠がいろいろ集中しているんですね。だからこの辺りで止まってくるっていうのはもう割と、あの、ちゃんとテクニカル分析ができている人は、まあ、あの、あらかじめ予測ができているという感じです。うん。 で、ここであの、ダブルボトムの、えー、ダブルボトムそしてダブルトップの,あの修正の一つというか、何て言うんですかね、多いケースなんですけども、うん、多いパターンですね。えー、このネックラインをまあこう上抜くじゃないですか。で、えー、こ,ここの長さ、もしくは、えーまあ、こう測ってもいいです。もしくはこっちの長さ分ですね。 もう一回言いますね。こっちの長さもしくはここの長さ分、このネックラインを起点として測った、すみません、もう一回測りますね、えー。ネックライン起点として、まあ、こう測ってやって、その距離分こう上、えー、相場がその距離分、距離までやってきた後に起こりやすいパターンとしては、もう一度、 このネックライン目指してですね、相場は動いてきやすいんですね。ということは今回あのダブルボトムのパターンですので、まあこの長さ分、こう上昇してますよね、今ね。うん。この長さ分、上昇してますよね、もうすでにここで到達している。じゃあその後、ここのネックラインをめがけてまた、 下落してきやすいというね、そういうパターンがね、あるんですね。ダブルボトムには、えー、ダブルボトム、そしてダブルトップにはね。うん。えっ、ー、と、まあ、もっと言うとその三存天井や逆,逆三存天井にもこのパターンはよくあります。だからそこの観点考えるんであれば、まあ、一応もうその、この距離分を測った時のゴール地点までは到達してるから、 ネックラインを目指しに来る、この辺りを目指しに来るような下落が、えー、起きても不思議ではない状況にあるんですね。うん、でそこで鍵握っているのはやっぱり結局、まあ、今止まっているこのポイントこそが結構重要で、135円の切り板付近でもあり、えー、フィボナッチの150%の付近でもあり、えー、そしてさらに、 ここのの区間ででレジライン付近でもあるという。根拠が重なっている、えー。そしてまあ、この距離分測ったここのゴール地点、えー、とも重なっている。まあ根拠がいろいろ重なっているポイントで今止まっているので、ここをぶち抜けるかどうかで結構変わってくるって感じですね。うん。だからもしここら辺でもう勢い弱まって、あのー、まあ陰線がね、あのー、まあ、何本も連続で。 えそうだ例えば4時間足とか1時間足レベルとかで、えー、陰ン何個も連続してこう作られて、だらーっと下落してきたら、あの、再度あの、このダブルボトムのあの、ネックラインぐらいまで下落してくる可能性というのがですね、ま,あ、ますます高くなってくるかなと思います、その時は。うん。だから、もう初っ端が結構重要かなという感じですね、フォンド円に関しては。うん。 その、だから、始まりが、うん。だから、明日の始まりが、もう結構非常に重要な、いきなり重要な局面になってくるかなというのが、そのポ、あの、あれですね、えー、ポンド円の、なんていうのかな、注目ポイントという感じになります。 で、えっ、ー、と、まあ、上目線は次に目指してきやすいポイントをいろいろ解説しましたけど、下目線での、下目線での次に目指してきやすいポイントの解説まだしてなかったんで、ちょっと4時間足ベースで、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、まずあの4時間足の、まあ、この、まあ、今一応こう上昇トレンド続いてますけど、この上昇トレンドが限りなく崩され、崩されるというか、あのー、この上昇トレンド、 が限りなく,くず崩れ、えー、なんて言ったらいいのかな崩れてくるポイントって言ったら一体どこになるかというと、あのまあ、やっぱりここの押し安値になるんですね。うん、ここの押し安値を完全に下に、えー、抜かれてしまうと、まあ、うこの上昇トレンドがもう崩れることになるんで、その時に。あの明確に。明確に崩れることになるんで。 そうなるとですね、まあ、えー、一気に、まあ、ここの安値とまではいかなくとも、えー、っと、まあ、そうですね、だいたいですけど、うん、そうですね、まあ、うん、まあ、この辺りとかですね、えー、っと、まあ、まず、ここ。 ここ。そして、まあちょっと離れてますけど、まあここ。で、まあ、えー、まあ、サポートラインとして、こう、機能しますね、これ。で、ここを見ると、まあ、細かいですけども、こことか、こことかで、まあこの区間ですね。この区間では、まあレジスタンスラインとして機能しているのがわかりますね。というわけで、まあ、ここの押し安値下に、まあ、明確に抜かれると、一気に、えー、と、まあ、この区間での、 サポレジラインである128.16ぐらいまで一気に下がってくる可能性というのがね、えー、高まってきますんで、まあ、ここの押し安値は当然注意が必要なんですが、ここの手前に、まあ、こ、ここの押し安値ほどではないですけど、ここの押し安値も結構重要なんで、ここも見といた方がいいですね。ここの押し安値が崩れ、えー、ここの押し安値を下に破られると、まあ、ひとまず、 あのまあ、まだ明確にこの上昇トレンドが崩れ去ってるわけじゃないんですけど、その時はあは、ここの押し安値があるので、うん。けど、ここの押し安値も次に重要なんで、ここが、えー、まず下崩れると、あのー、まあ、ひとまずここの押し安値ぐらいまでは目指してくる可能性がその時高まってくるかなという感じです。うん。そうですね、まあ、131円の切り板付近で回して、やっぱ結構強いですよね、ここはね。 それでここの押しやすいのは132.13 13あたりということで、うん、ま、やっぱりこっちの方が強いって感じなんでね。ここを下抜かれると一気にこの辺ぐらいまでやってくるえ可能性がまあ高まってくるかなという感じです。逆を言えば、こ、このあたりまで下がってきたとしても、このあたりでちゃんと踏みとどまって、また V 字反転してくれたら、またさらなるこの上昇の,あの可能性はまあ見えてくるというか、そういう感じになります。 なので、まあま、あひとまずは、ここを下に突破されるのかどうかっていう、そこを見といた方がいいですね。このあたりでしっかり反転して、また上昇してくれるかっていう。うん。こんな感じですかね。まあ、そんな感じで、あの、次に目指してきやすいポイント、ポイントを意識しつつ、買いエントリーの場合は押し締め買い,い、売りエントリーの場合は戻り売りを意識して、 トレードをやっていくことで、まあ、より上手なトレードにつながっていくと思いますので、よければご参考ください。で、えー、初心者トレーダー様の場合は、えー、まずは押し目買いと戻り売りを極めていって、でそれに慣れていったら、あの、逆張りですね、えー。逆張りっていうのは、もうこう、明らかにこう、下落していってる、そこ、下落していってて、で、そこから反発してきた その瞬間ぐらいを狙って買いエントリーするっていう。言ったらもうこういう V 字反転を取るっていうイメージですね。言したら、えー、まあ、押し目買いって言ったら、まあ、上昇して、で、まあ、一旦ちょっまあ、こう下落するのを待って、で、また再度上昇してきたところになって買いエントリーっていう。これがまあ、押し目買い。言ったら、まあ、後出しみたいな感じですね。ここの上昇を見て、見といて、でまあ、下落するのも見といて、 また、ちょっと上昇したところを狙って買いエントリーするから、まあ、後出しの後出しみたいな感じですね。戻り売りも一緒で、まず下落してきた、そこは見とく。で、一旦上昇してきたところをそこも見といて、また再度下落し始めたところを狙って売りエントリーっていうね。うん。これ戻り売りも、え押し目がいいと一緒で、後出しの後出しみたいな感じです。けど、逆張りの場合は、うん、下落、 くしまくってるその最中ちょこっと上昇の兆し見えてきたところを狙って買いエントリーとか,だから逆の場合も、えー、そうで、えー、めっちゃ上昇しててめっちゃ上昇してるしててちょこっと下落の兆し見えたところで売りエントリーとかってするあの手法なんで逆張りは あのー、結構まあ慣れが必要なんで、まあ、まずは押し目買いとか戻り売りを極めていく過程で、あのーまあ、こういったねあのポンド円の癖とかほ、まあ、他の通貨ペアの癖とかどんどん掴んでいって、まあ、その通貨ペアの癖どんどん掴めていってからの逆張りに挑戦っていう、えー、手順を踏んだ方が まあ、痛い目見ずに済むかなという感じなんで、よかったらそこもご参考ください。はい。で、えっ、ー、とー、まあ僕、あれですね、超初心者トレーダーの方々は、あのー、まあ、なんていうのかな、まあまずはその、一体どこの証券会社、どこのエフェクス証券会社を使えばいいのかっていうとこから迷われると思うんですよね。たくさんの証券会社がありますんで。 まあそんな中でまあ僕が圧倒的に一番おすすめしている FX 証券会社がまああ,あるんですけどもあのまあその証券会社がなんで一番おすすめできるのかっていう理由とかあとその FX 証券会社のその講座開設の仕方から入金方法から出金方法からトレードのーやり方ですねエントリーとかエントリーの仕方 えー、利益確定の仕方、そえー、損切り注文の置き方、えー、損切り注文、いわゆる逆差しで決済注文の置き方、えー、そういったとことかもですね、あの、詳しく、えー、そういった基礎知識ですね、本当に。うん。FX の基礎の中の基礎から、えー、具体的な、えー、ノウハウ、そして、えー、FX に対してのその、まあ、考え方ですね。うん。 どういう取り組み方、どういう学習の取り組み方をしてい,くいけば、その FX を効率よく、えー、極めていけるのかっていうね、えー、そういった部分とかもですね、全部、その基礎の基礎から、そういった、えー、考え方とかノウハウとか全部まとめているマニュアルというのがあるんですね。そのマニュアルが、 えー、極意マニュアルって言うんですけども、まあ、この極意マニュアルもう受け取っていただいている、えー、あのトレーダーの方々はまあ非常に多くてですね、あのーまあ、ものすごく、あのー、この極意,極意マニュアルの、えー、ステップに沿ってですね、えー、しっかりと、まあ、素直に行動してくだ、えー、さっている、えー、トレーダーの方々はものすごくトレードレベルを、ねえー、上達 えー、させていっているんですけども、まあ、あのー、そういったね、あのー、非常に、えー、効率よくエフェクスを極めていく上ですごく、まあ、役立つ、えー、極意マニュアルというものを、まあ、今現在、の、プレゼントしてますんで、あの、まあ、もしね、あのー、興味があるという方、そして、えー、前々から聞いていたけど、まだ受け取っていないという方はですね、 あのーまあ、ぜひこの極意マニュアルを、えー、受け取ってその極意マニュアルのステップに沿って素直に、えー、迅速にしっかりと行動していただくことであのーまあ、メキメキとですね、まあ、トレードのレベルそしてまあその FX に対してのまあ考え方とかもですね、うんまあ、どんどんこう養われていくと思いますんで あのぜひ、まあ、この極意マニュアルをご参考いただけたらと思います。じゃあ、この極意マニュアルどうやって受け取るのかというと、あのこの動画下にですね、あの僕の LINE アットのリンクを載っけているんですが、あのまずはそちらから僕の LINE アットを友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方にあの極意マニュアル希望とメッセージをください。 えー、そのメッセージ確認取れましたら、極、あ、意、のー、マニュアルをプレゼントいたしますので、えー、ぜひエフ FX をを、ね、効率よく極めていく上で有効活用されてみてください。はいでえーとまあ、僕の LINE アットでしかお伝えしていない、えー、貴重なノウハウなどもですね、えー、貴重なノウハウや情報とかもあったりしますので、うん まあそういったね、あの、貴重なノウハウなども、あのー、お見逃しのないように、まあ、あのー、ご覧いただきたいので、えー、まあ、その、僕の LINE アットは、まあ、その、なんていうんですかね、今後も、まあ、あのちょくちょくチェックしていただけたらと思います。あと、あの、YouTube の動画講座更新とかしたら、その都度お知らせしてたりとかしますんで、まあ、その、いち早く、 YouTube の動画講座もまあ見やすくなると思いますし、あの、ま、いろいろなメリットがとりあえずあります。なので、ま、僕の LINE アットの、あの、ま、発信もですね、え、ま、合わせてチェックしていただけたらと思います。はい。 というわけで、えー、今回の動画は以上になります。あのためになりました動画の高評価や YouTube の、えー、チャンネル登録などもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。